ぐらいのつや。およそ1メートル先、右方向です。したらええねんって止めてから。天皇陵行ってみましょう。会場だけ回りましょうか。くるくる回っとられるんでね、時間ないから。4期あんのかね、古墳としては。文武天皇陵、名古山古墳、地頭天武、天武地頭天皇陵、神明天皇陵、悲しいからね、こちらの方はね、神宮じゃないみたいなことみんな言ってんだけどね。名古山天皇陵やったかな、名古山天皇陵、中尾山古墳やったかな。目見た感じのね、古墳みたいになっとるけど、どうなんですかね。はい、行きます。おー、綺麗にね、掃除してくれてますね。はい、ありがとうございます。高取城に興奮があるんだけどね、それがそうじゃないか言われてるけど、つか明神興奮かな、その可能性があるみたいだけどね。お金は天皇陵横にあんねんけど、あれはちょっとおかしいんだけどね。これは高松が囲んでからね、これがずーっと左に振るとね、この下に壁画館があるんだけどね、見えんな、壁画館は。ずーっと振っていきましょう。これズームしないとダメか、ズーム1キロ以上あるかね、これ。これはズーム、これこれでございます。これが建国塚古墳でございます。斎明天皇陵と思われますけどね。はい、今日誰もね、いらっしゃらんね。誰かいるかね。ちょっとやっぱり焦点が合わんか。いらっしゃるな、一人二人。はい、ありがとうございます。建国塚古墳です。後で回りますね、最後にね。はい、ありがとうございます。この塔さん、はい、高松塚古墳でございます。昭和の時代やったね。
こがね、高松塚の引っかかるんですよ。カムはまだ反対側ですよ。ちょうど発掘調査された時に見に来てたんだけどね、これその八角形のね、先の一番先のね、ここちょっと掘ってあったよね。ちょっと撮影やめてくれって言われたけどね、撮影するぐらいよかろうね。ほんでこれが中山湖、その当時はね、中この石井座見えたんだけどね、石棺までどうやったか分からんけど、今埋め戻してあるからね、見えないですけど、ここに海水湾があるんだけどね。だからあの可能性あるんだけど、これ見えてなかったのかな、記憶あんま残ってないのよ。飛鳥村、そんなこと見たらましたけどね、もう見落として何にも見えませんか。こっちは南なのかね、南なんだな。お、開いてんじゃんか。いや、開いてないな。見えないね。やっぱ埋めてますか。残念でございました。これもね、AB 注目していただくときはね、ちゃんとやっぱり石棺、石棺見えるしてもらわないかんね。ね、まだ山はね、残ってるんで。これちょっと持ったな、最初来た時もっと低かったな、もっと持ってくれたのかもしれんな。はい、ありがとうございました。中山古墳でございました。シャブダムラの使いながらって大変でございます。天無二刀流でございます。ここもね、建国古墳と同じような八角墳でございますけどね、書かれてますね。もう随分ね、何百年も経ってるかね、天無二刀流でございます。この量はあんまり当たらなかったんですね。これ木切るとね、綺麗な、ね、山が見えるんだけどね、それっきりやからね。ありがとうございます。天無二刀流でございました。はい、次は金明天皇の行きましょう。はい、急げー。ここ何やったっけ、金塚古墳やったっけ。これも大きな石棺の石室があるってことを聞いとるんやけど、見られんかった、確か埋まってんねんな。これそうですよ、金塚古墳やったかね。飛び込んでますね。これはその歯だよな、何にも看板したことないんかね。ないね、看板。金塚古墳でございますけど、あら、何もわからん。ちょうどね、制作途中の途中でやめて
せやけど上のまないと合わない、どう考えても合わない言ってるからね、その辺がちょっとわからんねんけどね。えああすまへんち、7世紀のここは飛鳥時代やからね、これ大きさ変えてないの、大きさは変えてないよね、斜めになってるし、ちょっと意味がわからへんな、あれがね、斜めになってるでしょ。ああ、これが下の方で、あれが、そうでしょ、ちょっと高さが足らんねんけどな、イメージがな、この高さ、右左のね、ちょっとわからんな、皆が言わはるとやっぱわからんわ、これ、ちょっとわからんね。はい、おじのせっちんでこや。このまな板の方にちょっと行ってみましょうかね、まな板にね。これがまな板でございます。あら、これ宮内庁管理だったの、私のなんだね。ちょっと分からへんけど、あの石はその下の石で言うと上になってるじゃないか、これ。ああ、三個ね。でいけるかな。ああね、1300年前にこれ一生懸命作りやったんやろうけどね、なんかやっぱり事情があってこれはったんやろ、やめたちでね。はい、ありがとうございます。はい、途中下車でございました。はい、ありがとうございました。鬼の方が何だぞ、鬼の接近でございました。さあ、次は天皇陵行きますよ。急ぎまーす。はい、金明殿陵でございます。これ、枯れましたかな。これ、綺麗なね。ああ、残念、枯れてしまいましたか。いや、綺麗に。これ。ああ。残念でございます、これ。これ左はね、ここは磨いてるんですよ、右の方。右の方はね。左の方はちょっとわからないんだわ。松は綺麗にまだこんな感じで、ものすごくね、ピンと構えてよかったんだけどね、松は。残念でございましたね。こんな感じだったんだ。これもだいぶ古いね。いやー、この樹齢だいぶいってますね。私はよくわからんけど、これはもう100年とか200年とか、もうそんなすごい年齢 でございますね、これ。年輪でございますね。ね、かなり年齢。猿石回ってこうか。猿石。あら、ちびひめの巫女の墓。そうやな、その墓そうやったね。猿石あの中入ってんだよ。ちょうど西日でございますね。ここはね、一応5分でございます。至ってんの
1、2、3、4体。これいいね、こっちから見た方がね。あら、ほんまやわ。これは、後ろもおそらくあれ、掘ってあるのかね。ほんまや。これなんだ。これは灯籠やな。誰もいないがね。内部にはですね、2つの埋葬空間があることから、お二方が脱走されていると考えられます。発掘調査ではですね、ガラス玉であったり、当時最高級とされる表書館の破片も出土していることから、高貴な方が埋葬されていると考えられます。上から最初、最後は上一周回って帰りましょうか。あまりの綺麗やから。こっち回らないのか。あら、もう最高やわ。今年何回見に来るかね。なんか時間あるとこ寄っとるね。見えますか。さーて、丸子山古墳、被葬者誰なんでしょうね。これものすごい石碑がありましてね、やっぱり天皇のお子さんでしょうかね。書いてあるやっぱり皇族クラスか。これがすごいからね、石碑がすごいからね。さて、ご存知の方教えてくださいね。被葬者誰ですかね。今もそこの剣豪塚古墳でね、ガイドの方といろいろ聞いたんだけどね、自分で調べてくださいって言ってたね。自分で調べてみてくださいってってありましたけど、さあ、で誰でしょう。よいしょ、見上がってみよう。ほら、丸子山古墳です。文武天皇陵、中尾山古墳、地頭天皇陵古墳、金明天皇陵の前に雪の設置、まな板、それから金明天皇、次はどこ行った。金明天皇の後は、どこやったか、軽石を見たか。軽石を見て、で健康寺塚古墳行って、で最後が丸子山古墳。いや、見たね。天皇陵、三陵見るだけだったはずやったんだけどね。天皇に関、天皇皇族に関係るね、皇族に関係るのある、あの陵まで見ましたからね。
はい、飛鳥村でした。ありがとうございました。